日本鹿児島県霧島市国部軍伝国部軍伝は、鹿児島県霧島市の大技。旧大隅国総軍清水豪軍田村、大隅国西総軍清水豪軍田村、西総軍清水村大技軍伝、姶良軍清水村大技軍伝、姶良,良軍国分町大技軍伝、国武士軍伝。郵便番号は899-4305。人口は3084人。 世帯数は1,171世帯である。下場の軍電地区及び、国武台明寺を挟んで飛び地となっている、上場の上氷電軸の2地区から構成される。霧島市の中部、旧国武市の北東部から北中部に位置しており、軍電地区は、手後川支流群田川の流域、上氷電軸は、県領川上流及び群田川支流、長谷川の流域に位置する。 阿ザイの北方から西方にかけて、国部茂久、霧島久市水、南方には、国部川内、国部川原、国部清水、国部清水四丁目、国部清水五丁目、西方には、国部新町、東方には、そうしたカラベ丁下田カラベがそれぞれ接している。国部大明寺が地域の中央部を東西に分断しており、国部大明寺を挟んで、東側が、 上郡電地区、西側が軍電地区となっている。上郡電地区の中央部を、鹿児島県道471号北、江野田小浜線が東西に通っており、地域の東端部で接する、霧島久し水との境界付近に、日本本線北江野田駅がある。教育施設は、軍電地区に、霧島市立青葉小学校があり、上郡電地区に、小中学校併設校である。 霧島市立木原小中学校がある。軍伝という地名は、鎌倉時代の賢治2年の大隅国在朝籍築地役配布に、総軍軍棚13丁という記述が初見であり、大隅国総軍のうちであった。官能3年に、足利忠冬が、延盛森忠に、軍伝の地を安堵したと、延べ屋文書に記されている。戦国時代になると、副将寺に、 大隅国その軍軍棚の内全幕二丁二端を寄進している。江戸時代には、総軍清水里の内であり、軍田村の国高は、天保豪町には九百七十国余り、急行丘陵取調べ町では千三百十九国余りと記載されている。千八百八十七年五月九日に、鹿児島県下分軍の県が施行されたのに伴い、総軍は東西に分割され、 軍田村は西総軍に属することとなった。明治初期には軍田村の区域内に軍田小学校、木原小学校が公立学校として設置されている。1889年の町村政志向に伴いそれまでの清水座との全域をもって清水村が発足した。それに伴い、それまでの軍田村は清水村の大技、軍田となった。 1947年に霧島村大技、茂久の一部を大技軍殿へ編入し、1954年に清水村と東笠根山村が国分町に編入され、国分町の大技となり、翌年の1955年に国分町が市政施行し国武士となり、国武士の大技となった。1997年、阿生木内に、 国部市立青葉小学校が開校。学校名は公募によって選定された。2005年11月7日に国部市がアイラ軍六町ともに新設合併し、霧島市が発足。これに伴いそれまでの大技軍伝は霧島市の大技、国部軍伝に名称を変更した。霧島市立木原小中学校市立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。ありがとうございます。